はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィニングレバーアプリ2019やっていきたいなと思います。ということで、私ですね、今めちゃくちゃ急いでるんですけど、なんでかっていうとですね、先ほどお知らせが来まして、この後ですね、今17時20分に撮影してるんですけど、17時35分からメンテナンスが入るというですね、ちょっとお知らせが来てしまったので、この15分でバチコリ撮影していきたいなと思っております。ということで、まあ木曜日といえばもう FP ガチャの日になるんですけど、ちょっとやばい、今週の FP ガチャマジでメンツが噛みすぎるので、ちょっと頑張ってね、理性を保ちながらしっかり解説していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで行きましょう。4つ来てますね。はい、左から POTW 海外の週刊 FP、 モナコクラブセレクション、そして J リーグの週刊 FP で、最後にですね、ロシアプレミアリーグの月間ベストゴール特集ですね。はい、これはですね、すごく新しい企画なんですけど、こちらの4つがやってきたというところで、ちょっと J リーグガチャはね、解説はしないんですけど、それ以外の3つのガチャをですね、簡単解説していきながら、今日こそちょっと比較神引きしていきたいなと思っております。はい、ということで、まずはですね、 POTW から見ていきましょう。はい、こちらですね、まずは確率こんな感じです。いつもよりはちょっと低いかな、まあ 72% っていうのが結構あるパターンなので、今回は黒7の金4という形になってます。で、メンツ見てくださいよ。ちょっと今週はやばいな。これマジで過去最高レベルあるなと思ってるんですけど、このサラー、グリーズマン、そしてデブライネ、そしてクリちゃん、もう最高、もう何も言うことない、これに関しては。ということで、この4人が雷で堂々の登場ということで、僕の予想にもこの4人全員入れてたんですけど、まさかの来てほしいと思ってた人が全員来るっていう、かなりの上振れしてましたね。で、その他もですね、まあ、ルーカス・モーラ選手とかも結構決定力周り上がってましたし、フンテラールも来ましたね。まさか黒で来るとはって感じではあったんですけど、はい、黒まで来たということで、まあ、フンテラール結構ファンも多いと思いますので、すごく楽しみなのかなと思っております。はい、で、あと金でもですね、フェリックス選手、この選手19歳ということで、レベル上限75まで上がるんですよね。それでいてこの能力ということで、フェリックスもまあ金の中だと結構注目になってくるんじゃないかなと思っております。はい、というところで、はい、週刊 FP に関してはもう僕の中ではケチのつけようがないメンツなのかなと思っております。はい、で、次にですね、モナコクラブセレクションも行きましょう。で、モナコクラブセレクション予想当てさせていただきました。いや、ちょっと嬉しかったな。これはね、結構クラブセレクションで当てるの最近難しかったので、当たって嬉しかったなというところだったんですけど、この中で言うと、僕結構モナコで期待してたのはペレグリ選手とか、あとシリベ選手とかね、その辺結構 PS4 で使ってる方が多くて来てほしいなって思ってたんですけど、今回はちょっと来なかったですね。で、そこに関しては残念だったんですけど、それでも結構平均していいメンツが揃ってるなと思っていて、ファブレガス選手、まあ、名前がセスクになったりとかファブレガスになったりとかいろいろありますけど、ファブレガス選手に、グリク、この選手も強いですよね。ちょっと見ていただきたいんですけど、1レベルでこれですからね。正直僕の中でのグリクって、鈍速センターバックではかなり最強クラスだと思ってて、はい、能力も高くて、そしてスキルもしっかり持ってるというところで、グリクも当たりですし、あとはまあファルカオ、結構ウイレといえばファルカオみたいな方もいると思うんですけど、ファルカオ選手で、このジェメルソン選手もいいんですよね。グリクほどですね、ディフェンス能力が高いわけじゃないんですけど、スピードも多分レベモまで上げれば90弱ぐらいまでいきますし、普通に使えると思います。で、あとはゴルビン選手ね。いや、ゴロビンはまあ通常金でも相当な化け物なので、まあちょっとコスパ的には落ちちゃってるかもしれないですけど、能力の強さっていうのはもうお墨付きなのかなと思ってるので、はい、このモナコに関しても、今までのクラブセレクションの中でも結構上位に入るレベルで、いいクラブセレクションなのかなと思っております。はい、で、最後にですね、こちらですね、 GOTM ロシアンプレミアリーガということで、これ初めての試みで、多分なんですけど、3月の月間ベストゴールに選ばれた5人が出てきてる形なんですよね。はい、ただベストゴールって言ってる割にはディフェンダーが2人いたりとか、ちょっとこの辺のね、細かいことまだ分かってないんですけど、でも今後ね、例えばプレミアリーグだったりとか、あとはリーガエスパニョーラとかで、こういった月間ベストゴール集みたいのが来たら、それはそれですごく熱いと思うので、このね、企画として一歩進んだっていうのを評価したいなと思ってます。で、メンツで言うと、まあ、正直パッと見た印象ではそこまで魅力的な選手はいなかったかなっていうところですね。で、もしこの中に好きな選手とかがいれば、今回対象が5人しかいないので、かなり狙いやすいガチャになってるんですよね。まあ、っていうところで、好きな選手がいる方は引いてもいいと思うんですけど、まあ、それ以外の方はまあ点々点って感じなのかなと思いますね。で、ちょっと気になったのはこのロマン・エレメンコっていう選手がいるんですけど、適正ポジションがロマンに溢れすぎてるというところで、はい、これが言いたかっただけですね。はい、というところで3つのガチャ簡単に解説させていただいたんですけど、これ無課金
人が引くべきかというところで言うと、週刊 FP はがっつりおすすめしたいかなと思いますね。でこの中で言うとクリバリとサランに関しては今までも登場した経歴はあるんですけど、まあ正直ね、まあそれでもデブライネ、グリーズマンとか、まあぶっちゃけなかなか来ないと思うので、やっぱり持ってたとしても今週はおすすめのガチャになってくるのかなとは思いますね。はい。で2つ目モナコに関してはこれも僕結構今週おすすめかなと思ってて、無課金でも引くべきラインだと思っております。でちょうどですね今多分 EJ リーグエントリーしてた人は今日300コインもらえるはずですし、はい、ここはモナコに入れてもいいんじゃないかなとは思いますね。なので無課金に関してもここはおすすめしたいなと思ってます。で最後にですね GOTM ロシアンプレミアリーグに関してなんですけど、まあこれはスルーでいいと思います。はい、さっきも話したように特別好きな選手がいない限りはスルーでいいと思いますので、はい、そんな形で検討してみてください。はい、ということであと8分しかない中で喋ってるのでちょっと焦ってきてるんですけど、まずはですねモナコからいきましょうか。モナコから3回引いてみたいと思います。頼む、本当にお願い、今週は頼む、本当に引きたいんだ。今日は本当に引かせてください。さあということでモナコいきましょう。一発目さあ来い。さあ、あ待って雷とか確認してなかったけど大丈夫かな。さあということでいきましょう。ゴーさあ来い。まずは黒ね。オッケー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 、こっちで弾みつけて週刊 FP に行きましょう。レッツゴー。誰が来る。おー、ロニーロペス選手。はい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 、ロニーロペス選手はあのモナコの中だと割とねレベル上限高めの選手で、はい、あの結構いい選手だと思いますね。ありがとうございます。ウィングストライカーというところで結構ねあの敵が多い市場ではあるんですけど、はい、ロニーロペスありがとうございます。さあということで次行きましょう。ちょっと待って、あコイン足りるよね。あオッケーオッケー、990コインでも2回引け、2つのボックス分引けちゃうっていうのがいいですね。さあということで2回目行きましょう。この中だと正直グリックとゴロビンが僕は欲しいんですよね。さあ行きましょう。ゴー頼む。ゴロビン。嘘、オッケーオッケー、危ねえ、金が止まった。さあゴロビン来い。ゴロビン、おー、ファルカオ選手。まあ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 、コナミの顔ですからね、ファルカオだけにということで、はい、ありがとうございます。まあボックスストライカーというところで僕的には割と育てようかなと思ってたので、ちょっとしっかりレベル能力とか見て検討してみたいなと思っております。さあということでラスト行くか。よし頼む。うわちょっと待って、大丈夫だよね、いきなりメンテナンス入るとかが一番嫌なオチですからね。さあということでいきましょう。3回目モナコ、頼む。ゴロビン、グリック、どっちか来い。さあ来い。嘘、待って、ずれて。嘘、待って、ずれて。嘘、待って、ずれて。オッケー、ずれた。さあ来い。どうなる？来い。だー、グリック来たー。グリコみたいな名前だけどグリック、ありがとうございます。さあということで、いや来た。待って、これ完全に週刊 FP への流れが決まってる。だってカミールグリクですよ。カミってきたらもうカミ引きするしかないじゃないですか。ということでよし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 、ここでもう完璧な流れはできたので、よし頼む、週刊 FP ここから行ってみたいと思います。僕の狙いはもう、僕は今回もう何も望みません。上4人の雷さえ引ければいいかなと思ってるので、よろしくお願いいたします。はい、今日引くために生まれてきた、今日引くために爆死し続けた、今日引くために課金してきた俺がヒカック、それがわかるかということでいきましょう。さあ1回目よし頼む、本当にお願い、本当に今日はお願い、雷いきます、レッツゴー。わー来た、オッケーオッケー、来た雷。さあ本当に誰でもいい、強いて言うならクリバリ来い。ダーサラー来たー、よし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 、やっと来た、耳を澄ませばみたいな感じになってますけど、サラありがとう。もうあのねチェルシー戦のミドルは半端なかった。よし来た、もうこれで満足とは言えない今日は。うん、今日はちょっと行かせてくれ、高みを目指していこう、今日のために爆死し続けたんだ。さあ2回目行こう。よしさあ雷2回連続行きましょう。ゴー、さあ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 来たー、よし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 。さあカブリアやめて、サラ以外でオッケー、デブライネ来たー、本当にやばい、ちょっと待って、やばい、興奮がやばい。よしよし落ち着いてる。デブライネもね素晴らしかったよね、クリスタルパレス戦ね。いやー待って、モチベ最高潮かもしれない今週というところで、じゃあ行こっか、ラスト、こんだけやり続けたんだか、あと5分しかない、撮影があと5分しかできない。さあということでラスト行きましょう。皆さんこれでお別れです。さあ雷鳴らして、最後雷鳴らしていけ、ゴー。あーシャン、最後は無情にもシャン、そして金玉、ジョアン・フェリックスに行きましょう、レッツゴー。オッケーいやもうこれは僕の中では100点でしょう。はい、ということでもう今までね爆死に爆死を重ねてここまで来たわけなんですけど、やっと手にかかった神引きということで、
はい、まあまあ許してくださいよ。あの神引きするとね、ちょっと皆さんからコメントが、厳しいコメントが来る傾向ありますけど、まあ今まで外し続けたんで今日だけは許してくださいということで、皆さんよかったら高評価そしてチャンネル登録お待ちしております。ではですね、今回の動画は以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。